ただいまより子ども議員が入場いたします。お一人ずつ子ども議員を紹介いたしますので、盛大な拍手でお迎えください。岩江中学校、大内俊人さんです。三春小学校、渡辺由美さんです。三春小学校、渡辺七香さんです。三春小学校、白石武臣さんです。小木沢小学校、遠藤忠さんです。小木沢小学校、熊田そなさんです。小木沢小学校、長谷川紀穂さんです。沢井市小学校、佐久間由里さんです。沢井市小学校、佐久間修賀さんです。沢井市小学校、佐久間リオムさんです。岩江中学校、橋本彩香さんです。岩江中学校、井堀芽衣さんです。最後に最後に岩江中学校、志賀ほのかさんです。各小中学校から選出された子ども議員の皆さんです。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。岩江中学校の大内俊人さんには子ども議会の前半の議長を務めていただきます。それでは大内議長、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。第2回三春町子ども議会の前半の議長を務めます岩井中学校3年の大内俊人です。子ども議会が円滑に進むよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。傍聴者の皆様へ申し上げます。携帯電話をお持ちの方は電源をお聞きになるか、マナーモードに設定していただきますようお願いいたします。本日は24名の子ども議員が一般質問を行いますので、時間の許す限り傍聴いただきますようお願いいたします。ただいまから第2回三春町子ども議会を開会します。はじめに坂本博之町長よりご挨拶をいただきたいと思います。議長、町長、坂本町長、子ども議員、傍聴者の皆様、こんにちは。三春町長の坂本博之と申します。第2回三春町子ども議会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。はじめに各小中学校の代表である子ども議長、議員の皆さん、子ども議会のために夏休みの貴重な一日を提供していただき、心から感謝を申し上げます。この子ども議会は、昨年三春町出身の政治家河野弘中の没後100年をきっかけに始めたもので、昨年は皆さんの先輩が日頃感じている様々な疑問について質問し、私たちに大きな刺激を与えてくれました。昨年出された質問や提案の中で直ちに実現したものに、役場周辺の公共施設に設置したみんなの傘というものがあります。急な雨に困っている方がこの傘を利用して大変助かっています。
また皆さんが登下校で歩く道路について歩道の整備など様々な課題があることが指摘されました。この点については道路を管理している福島県の関係部署と町で行った会議の中で子ども議員からの提案であることに触れながら歩道の改善について働きかけを行ったところであります。以上のように子ども議会は皆さんが議会というものを体験するだけではなく具体的な街づくりについて建設的な意見交換をする場です。そしてこの議場は町民の皆さんが安心で安全に暮らせるよう町民の代表である町議会議員と町執行側が議論や審議を行い三春町にとって大事なことを決める大切な場所です。これから子ども議員の皆さんには自分たちが真剣に考えた質問や提案を行い私たちも真剣にそして丁寧にお答えしていきますが皆さんはここでの経験を今後の学校生活や地域での活動にまたこれからの人生に生かしてほしいと思います。そして三春町の未来を担う人材として成長していかれることを願っております。結びになりますが本日の子ども議会の開催にあたりご尽力いただきました保護者の皆様学校長をはじめ学校関係者の皆様町議会の皆様に心から感謝を申し上げ簡単ではありますが第2回三春町子ども議会開会にあたっての挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは上着を脱ぐことを許します。これより一般質問を行います。一般質問は一問一答方式で質問席において行います。質問事項については質問と答弁がよく噛み合う議論となるよう事前通告制をとっています。それでは通告による質問を順次許します。三春小学校子ども議員質問席へ移動してください。それでは質問を許します。議長、三春小学校渡辺奈々香です。渡辺議員。はい。三春小学校は子どもの遊び場について質問と要望をさせていただきます。私には1歳の弟がいます。郡山市に小さな子供が遊べる屋内施設のペップキッズがあってよく利用しています。三春町内で遊ぼうと思っても小さな子供から小学生までが一緒に遊べるような施設がなくどうしても他の市町村に行きがちになってしまいます。学校でアンケートを取ったところ同じように休日は町外の郡山市や本宮市の施設に遊びに行くことが多いことが分かりました。このままでは三春町が子育てがしにくい場所になってしまい三春町の人口減少につながってしまうのではないかと不安に感じています。日本経済新聞社が行っている子育てしやすい町ランキング上位の市町村の取り組みを調べてみたところ、子育て支援センターでの活動や赤ちゃんから小学生までが一緒に遊んだり交流したりできる場所が充実していることが分かりました。本宮市のプリンスウィリアムズパークの屋内遊び場はビビールームをはじめ幼児対象のコーナー、小学校高学年までのコーナーなどがあり家族みんなで過ごすことができます。三春町にも子育て支援センターがあり様々な活動を行っているとお聞きしました。そこで子育て支援センターの活動について2つの質問があります。一つ目ですが、子育て支援センターの利用者数はどれくらいなのでしょうか。三春町の利用者数、
三春町以外の利用者数もできれば教えてください。2つ目ですが、子育て支援センターで土日に小学生も参加できるようなイベントを増やすことは可能でしょうか。今ある支援センターを活用するという視点でご検討お願いします。そして町への要望として、小さな子どもから小学生までが一緒に遊べる広い屋内の遊び場を建設してほしいと思っています。使っていない建物を再利用して遊び場を建設することを検討中とお聞きしましたが、町として今後の計画をお聞かせください。質問に対する町の答弁を求めます。議長、町長、坂本町長、質問にお答えいたします。三春町では次世代を担う子どもたちが笑顔であふれる町を目指し、子育て支援サービスの充実に取り組んでおります。子育て支援センターは保育士が常駐し、遊び場の提供だけではなく一時預かり事業、子育て相談や利用者同士の交流促進、イベントの企画運営など様々な事業を行っております。多くの方にご利用いただいております。現在町では新たな屋内遊び場設置の検討を進めております。候補地といたしましては、利用の少ない体育館、あるいは町の所有する空き施設のほか、小学校再編に伴い廃校となる学校も視野に入れ検討すべきと考えております。ただ耐震の問題や使いやすさ、設置する遊具を含め、小学校に入学前のお子さんだけではなく小学生の皆さんやその他より多くの皆さんにご利用いただけるよう検討していきたいと考えております。子育て支援センターの具体的な取り組みにつきましては、担当課長より詳しく説明をさせていただきます。大内子育て支援課長。一つ目の質問についてですが、子育て支援センターは町の中心地にあり、開館時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分、利用できる方は小学生に入学する前のお子さんと保護者の皆さんです。子育て支援センターの令和5年度の利用者数は年間延べ2478人、1日平均 10.3 人でした。出産のために三春町に帰省している方や、郡山市、田村市などの近隣の町にお住まいの方も24組51名ご利用いただきました。2つ目の質問ですが、子育て支援センターではベビーマッサージや親子運動遊び教室、お誕生会や月の行事など様々なイベントを企画し、皆さんに楽しんでいただいております。昨年度は仕事をしている保護者の方も参加しやすいよう、土曜日に第二体育館を利用し運動教室を実施しました。しかし現段階では利用できる方は、先ほど申し上げましたように小学校に入学する前のお子さんとその保護者さんとなっているため、小学生が参加できるイベントは開催されておりません。より多くの方にご利用いただけるようイベントとの充実を検討していきたいと考えております。答弁は以上です。質問があればこれを許します。議長、三春小学校白石武臣です。白石議員。はい。遊び場の用具や設備について質問します。毎年行っているスポーツテストの福島県の結果を全国と比較すると、福島県の結果の方が下回っている種目があることが分かりました。また休日に遊びを含めて体を動かす時間も男子の場合は約10分、女子の場合では約25分、全国平均より下回っていることも分かりました。
以上のことから、普段から遊びなどを通して体を動かす機会を増やすために、建設予定の遊びに体力を高めることができるようなボルタリングやトランポリンなどの用具や設備を充実させてはどうでしょうか。また三春町にも町民プールがあり、多くの町民の方が利用していると思います。しかし屋外のプールであるため、夏場だけの利用とともに雨の日は利用することができません。そのため三春小学校の子どもたちも休日に本宮市や二本松市などの屋内プールを利用していることが分かりました。そこで屋内の遊び場に加え、屋内プールの建設予定はありますか。町の見通しを教えてください。町の答弁を求めます。以上、教育長。それでは教育長。質問ありがとうございます。再質問にお答えします。1点目の体育施設用具や設備の充実についてですが、議員ご指摘の通り、福島県では震災後のさまざまな活動の制限が始まってから、子どもたちの体力の低下が続いている状況にあります。そのことは、三春町でも深く認識をしています。そこで、三春町においては、現在子どもから大人まで幅広い世代でスポーツの習慣が定着できるように、体育施設を個人で利用できるような開放の仕方を進めています。中でも町民体育館の中では、バスケットボールやバレーボール、卓球、バドミントンなど競技種目に応じた用具を揃えており、また、子どもから高齢者及び障害のある方でも運動ができるようなニュースポーツも取り揃えています。ご質問があった通り、普段から遊びを通して体を動かすことについては、町民の皆さんからのご要望を伺いながら用具の導入を検討していきたいと考えています。なお、ボルダリングにつきましては、桜湖自然観察ステーションに設置しているのですが、わかりますか。ぜひ利用してください。2点目の屋内プールの建設についてですが、町営貝山プールは、屋外のプールの施設として平成23年に新しく作り直されて、学校の授業や、町内外からの子どもたちも含めて夏休み期間の利用をしていただいているという現状です。猛暑の中の、屋外プールということで、休憩スペースのためのテントの設置をしたり、あるいは定期的な水まきをしたりと、熱中症の対策を進めて皆さんに使っていただいています。また、遊泳者の安全の確保のために、救急救命の資格を持っている監視員の方々を設置して、皆さんの、水遊びを、水泳を見守らせていただいています。議員ご質問の通り、屋内プールが建設されれば年中利用することが可能になり、利用者の利便性と健康や体力の向上を図るための施設になると考えています。しかしながら、現在他の公共施設をどうするかという話し合いで、いろいろな優先順位を決めたり、あるいは建設や、それを維持するためのお金の使い方を考えて、検討しているところですが、現時点では建設に着手することは難しいと考えています。お答えは以上です。
問があればこれを許します。渡辺議員、最後に遊び場でのイベント開催について要望があります。私は国語のデジタル機器と私たちの授業でスマートフォンの利用時間と健康被害の関係について調べました。その結果、長時間利用するほどドライアイや視力の低下、頭痛などの症状が起こりやすくなるということが分かりました。またゲームをする時間や動画サイトの視聴、インターネットの利用時間を調べたところ、休日に2時間以上行っている人が 50% を超えるという結果になりました。これは三春小学校だけでなく全国すべての小学生の問題であるということも分かり、それがネット依存やゲーム依存につながり、自分でコントロールすることができなくなったり、友達とのコミュニケーションが取りづらくなったりしてしまうそうです。その解決のためにも屋内の遊び場での建設が予定されているので、そこで友達と一緒に体を動かせるイベントの開催をお願いします。そのことで友達との交流も増え、ゲームやネットを利用する時間も減り、健康面にも良い影響が出ると思いますので、ご検討お願いします。町の答弁を求めます。議長、子育て支援課長。王子子育て支援課長。質問にお答えします。屋内遊び場につきましては、多くの子どもたちに楽しく利用していただけるよう、イベント開催などの運営方法も含め、具体的な検討を進めてまいりたいと思います。また屋内遊び場に限らず、子どもたちが元気で健やかに成長できるよう、さまざまな遊びや学び、体験ができる環境づくりを進めてまいりたいと考えております。答弁は以上でございます。質問があればこれを許します。すいません。質問なしと認めます。以上で三春小学校子ども議員の質問を終了します。小木沢小学校子ども議員、質問席へ移動してください。はい。それでは質問を許します。議長、小木沢小学校遠藤直司です。遠藤議員。はい。私たちは三春駅と駅周辺の開発について質問します。私たちの通う小木沢小学校の学区にある三春駅ですが、あまり活用されていないと感じて、もっとみんなが活用使いやすいように開発してほしいと思いました。町の職員の方に見せていただいた、磐越東線の利用状況の折れ線グラフ のデータを確認しても、駅の利用者を増やしていくことの必要性を感じました。そこで、
ワホラのように学生が勉強できるスペースを作ったり、町主催のイベントを行ったりすると、たくさんの人が利用するようになり、お店も増えるのではないかと思いました。また、駅付近に人が増えると、登下校も安心して行えると思います。そこで、まず、施設の利活用について質問します。以前は、お年寄りの方のサロンとして使われていた、駅の近くにある部屋が、現在は使われていないと聞いたのですが、どのように活用していく予定ですか？大人の方や高校生が話し合い、様々なアイデアを出していると聞きましたが、私たちも町内の子供が安心して遊べる場所が少ないと感じています。そこで、道具や本などを置いて、子供が遊べるスペースにしたり、机や椅子などを置いて、中学生が勉強しながら待てる場所にしたりするのはどうかと思いました。また、小さな屋台のような場所を準備して、家でばかり過ごしている子供たちが遊びに行けるような場所や、たくさんの人と交流することができる場所にするのはどうでしょうか。たくさんの人の交流が増えれば、地域の活性化につながると思います。質問に対する町の答弁を求めます。議長、町長。坂本町長。三春駅の活用についてお答えいたします。三春駅については列車を利用する方々ばかりではなく、列車を含めバスやタクシーといったいわゆる公共交通がつながる大事な場所、拠点として捉えています。また公共交通がつながる拠点として人々が集う環境を整えることは、公共交通の利用者の増加ばかりではなくて交流の場にもなって地域の活性化にもつながるものと考えています。町の取り組みとしては、三春駅の中に売店や飲んだり食べたりする場所、あとは野菜の直売などを行っている番頭プラザやレンタサイクルなどの運営を行っていますが、三春町があまり活用されていないと感じるとのご指摘の通り、駅自体の利用者が減少しているといった大きな課題もあるところです。こうした課題については、三春駅を通る磐越東線の沿線の郡山市やいわき市、田村市、小野町、三春町、そして福島県などが、去年の3月に磐越東線活性化対策協議会を組織しました。利用者の増加に向けた対策の検討を行っているところです。ご指摘のあった駅前健康サロンを行っていた場所の活用についてですが、昨年、もっと素敵な町を、三春町を作るをテーマに、町内の中学生、田村高校生、福島大学生が地域課題の解決や魅力発信について考える取り組みが行われまして、列車の待ち時間を有効に使いたい、勉強のできる場所が学校や駅の近くにないので若者の居場所が少ないといったことから、施設を活用して小木沢省の皆さんと同じように、学生が勉強できる場所、学校や家庭に次ぐ居場所づくりの提案を受けたところであります。本日いただきました小木沢小学校の皆さんからの提案も含め、今後検討を進めていきたいというふうに考えています。以上です。質問があればこれを許します。議長、小木沢小学校長谷川紀子です。長谷川議員。次にイベントの開催について質問をします。三春町主催で三春駅を使ったイベントなどを行う予定はありますか？イベントを行うことで三春駅に来る人が増え、三春駅の活性化にもつながると思います。例えば三春町の特産品を食べれるような機会を作ったり、町の商店に出店してもらったり、キッチンカーを呼んだりして、マホラ付近で行っているようにたくさんの人が集まるようなイベントを行ってほしいと思います。マホラでイベントが行われる際に、同時開催で三春駅でイベントを行えば、
訪れた人たちもより楽しみが増えるので、それも良い方法ではないかと思います。また、子供が入って遊べる大きなバルーンを準備したり、簡単な輪投げや射的、的当てなどを行ったりしてはいかがでしょうか。大きな駐車場はすでにあるとお聞きし、たくさんの人が車でも来場できますし、三春駅に視察に行った際に確認したところ、集会所の前あたりには広いスペースがあったので、イベントを行う環境は整っていると思います。他に電車に乗りながら楽しめるような企画も行ってほしいと考えます。お隣の茂木駅では、電車に乗っている人が楽しめる桜のライトアップを行っていると聞きました。そのような他の市町村の取り組みを真似して行ってみるのも良いと思いますが、いかがでしょうか。町の答弁を求めます。議長、副町長。伊藤副町長。再質問にお答えいたします。町主催による三春駅でのイベントの実施については現在具体的な計画はありませんが、三春駅を含めた周辺施設の利活用や多くの方が駅に集う交流人口の増加など地域全体の活性化のため重要な取り組みであると考えております。町では来年春に実施が予定されております福島ディスティネーションキャンペーンでのイベント等を計画中であります。福島ディスティネーションキャンペーンは福島県と JR 各市町村が連携して実施する大型観光キャンペーンであり、福島県内に観光客を呼び込み観光地を巡ってもらったり、さまざまなイベントに参加してもらうことにより福島県全体を盛り上げ活性化させていこうというものであります。このキャンペーンを機に三春駅周辺でのイベントの実施について今回いただいたご提案や他の市町村の取り組み状況などを参考にしながら、また地元住民の方、JR 三春駅や三春町商工会などとも協議し、どのような形でイベントが実施できるか、今後検討を進めてまいりたいと考えております。また、乗りながら楽しめる企画列車については、先ほど答弁させていただいた磐越東線活性化対策協議会の中で、さまざまな提案があり、現在、知ろう、乗ろう、磐越東線自動絵画コンクールを開催しております。受賞者の方には記念品のプレゼントもありますので、ぜひ皆さんも列車や駅などを書いて応募していただければと思います。鬼沢小学校の皆さんからも ご提案をいただきましたが、今後も子どもから大人まで多くの利用者に喜んでいただけるよう乗りながら楽しめる企画を検討し、磐越東線や三春駅の活性化につなげていきたいと思います。質問があればこれを許します。議長、鬼沢小学校、熊田様です。熊田議員。最後に季節限定の取り組みについて質問します。三春駅は郡山駅のように冬にイルミネーションを設置する予定はありますか。私が以前郡山駅にイルミネーションを見に行った際には、郡山市のイメージキャラクターであるガクト君のイルミネーションがあって、たくさんの人が写真を撮っていました。三春町でもイメージキャラクターコマリンのイルミネーションなどを設置すれば、ここでしか見れないイルミネーションとなり、たくさんの人が見に訪れるかもしれません。またイルミネーションなら一度設置してしまえば人手も必要ないので、そのような取り組みを行えば良いと思いましたが、いかがでしょうか。
また駅周辺に視察に行った際に長い間放置されている自転車がたくさんあり、あまり環境整備がされていないと思いました。そのため駅周辺がきれいになるよう町の方で撤去してほしいと考えたのですが、いかがでしょうか。町の答弁を求めます。渡辺企画政策課長。それではお答えしたいと思います。まずイルミネーションの件についてございますが、現在町の方では三春駅でのイルミネーションの設置計画はございません。しかしながら郡山駅で行われているイルミネーションなどの内容については承知しております。先ほど答弁させていただきましたイベントなどの検討と合わせてご提案いただいた内容について検討を進めていきたいと考えてございます。次に放置自転車についてでございます。放置自転車につきましては、放置されている自転車に一定期間張り紙などをして持ち主がいるかどうかを確認し、持ち主がいない場合につきましては警察署と相談の上処分をすることが可能でございますので、ご指摘いただいた放置自転車の解消に努めていきたいと考えてございます。以上でございます。質問があればこれを許します。ありません。質問なしと認めます。以上で小木沢小学校子ども議員の質問を終了します。沢井小学校子ども議員、質問席へ移動してください。それでは質問を許します。以上、沢井小学校佐久間理央です。佐久間議員。私たちの質問テーマは、沢井市地区や三春町の人口を増やしてさらに賑やかで明るい町にしたいです。令和6年度沢井小学校に入学した児童は2名で、全校生もとうとう40人を切ってしまいました。沢井小学校は小さくてみんなが仲良くてとっても素敵な学校です。でもこのまま人数が減ってしまえば、この大好きな学校や沢井市地区も寂しくなってしまうと考えました。沢井市地区だけでなく町全体で子どもがどんどん少なくなっていると感じます。実際に児童数減少だけでなく人口も減少を続け、2050年以降には三春町の人口も1万人を切ってしまうという予測もあるようです。どうにかして人口を増やして沢井市地区、三春町、福島県を盛り上げたいと考えました。そこで三春町として人口減少に歯止めをかけ、人口を増やしていくために具体的にどのような取り組みをしていますか。質問に対する町の答弁を求めます。議長、町長。坂本町長。人口減少に対する町の取り組みについて、大枠の考え方をお答えさせていただきます。まず人口減少については、三春町ばかりでなく全国的な問題と捉えています。当然三春町として人口減少に歯止めをかけたいという考えから、
子育て支援や移住、あるいは就労などに関して様々な取り組みをしていますが、未だ人口減少に歯止めをかける結果にはなっていないのが現状です。しかしながら、人口減少に歯止めをかける、あるいは人口減少を緩やかにしていくために、継続した取り組みを進めていきたいというふうに考えています。また、人口減少が続く厳しい状況の中でも、三春町に住む一人一人の住民が、豊かな生活を営めるようにするための取り組みが重要と考えています。町では、地域のコミュニティの中で、住民同士が日常生活の様々な場面において、お互いに支え合っていくための仕組みづくりを進めております。詳しい内容については、続いて担当課長のより、報告をさせていただきます。説明をさせていただきます。それでは私の方から町長の答弁の内容の少し補足をさせていただければと思います。お手元のタブレット、あとは配布されている資料等々をご、あとは前の方のサイネージご確認をご覧いただければと思います。まず三春町の人口の推移、改めて少しグラフで示させていただいてございます。真ん中の2020年が 17,018人という数字がございます。これがいわゆる実績値でございます。19901万9205人から少し増えて、ずっと減少している傾向になっているということでございます。2025年からでございます。青色のグラフで示してあるのがですね、国の国立社会保障人口問題研究所というところが昨年暮れにですね、発表をしました、これからの三春町の人口の将来推計になります。数字の方を示させていただいてございますが、ご覧いただいたとおり、2050年には10,419人になるのではないかというような推計が示されております。で、町の方で先ほど町長が答弁で申し上げましたが、人口減少に歯止めをかける、人口減少を緩やかにしていきたいということで目標を立ててございます。少し古い目標というか、今年見直しをかける予定の目標なんですが、赤いラインで示させていただいてございます。こうした形で少しでも人口減少を緩やかにしていきたいということで、様々な町の施策を展開しているということでございます。続きまして、先ほど質問の中にもありましたが、沢石小学校の児童の数、今年40人を切ってしまったということで、改めて沢石小学校の児童の推移を示させていただいてございます。平成15年からの数字になります。平成20年には88人だったんですが、以降ですね、40人台確保しながら、今年度は36名という児童数になっていると。で、今後の将来の見込みということで、平成12年までやはり少し子どもの数が減ってしまうのかではないかというような推計になっているというところでございます。続きまして、具体的にじゃあ町がどのような施策をやっているかというところでございますが、子育て世帯への支援ということで、まず一つ目ですが、三春町出産子育て応援ギフトというものの事業を実施してございます。国の事業と合わせて経済的な支援をさせていただいているというものでございます。左の下の方を少し見ていただければと思うんですが、黄色い枠のところで出産子育て支援金というもので、妊娠の届出時、出生の届出時にそれぞれ5万円を給付させていただいてございます。これが国の制度でございます。その下にすくすく子育て電子マネーというものがございますが、出生届出時と赤ちゃんが1歳に到達したときに5万円の電子マネーをそれぞれ交付させていただいてございます。これが町の方の事業として行っているもので、これらを合わせまして経済的な支援をさせていただいているということでございます。続きまして、今現在事業を進めておりますが、岩井子ども園整備事業でございます。こちらの事業につきましては、いわゆる低年齢児の保育需要の高まり、0歳児、1歳児、2歳児
の保育需要の高まりを背景としまして、今現在町の方で整備を進めている内容でございます。岩江小学校、岩江幼稚園の近くに、岩江子ども園を整備してございまして、来年春の開園を目指して今工事の方を進めているということでございます。続きまして、三春町一時預かり事業ということで、先ほど三春小学校の答弁の中でもお触れさせていただきました子育て支援センターの事業でございます。一時預かりを行っているということで、ご覧いただければと思います。続きまして、移住定住の促進ということで、左側になりますが、新婚子育て世帯家賃に助成ということで、新婚子育て世帯の方に、いわゆる賃貸住宅の場合ですが、そうした方を対象に家賃の補助なんかも行ってございます。右側でございます。若い方で、働いている方でですね、奨学金を借りて、働きながら返している方が、三春町多くいらっしゃいますが、やはり若い方々、なかなか経済的負担が大きいということで、そうした方々の支援も行ってございます。奨学金の返還の助成をしているということでございます。続きまして、次は、住宅関係の支援策でございます。左側になりますが、住宅取得奨励金ということで、町内で新築の住宅を建設した場合の支援でございます。町内の建築業者を利用するという条件はございませんが、基本額20万円に、加算額、子ども1人当たり10万円加算するというような加算の枠も設けてございますが、最大で40万円の交付金を交付させていただいているということでございます。右側がですね、空き家の利活用ということで、空き家を解体し、そこに新しく家を建てる場合、最大で100万円の補助を出させていただいてたり、空き家をリフォームする場合、こちらの方は最大170万円の補助をさせていただいているということでございます。次に、町長の答弁の中で、地域の中で支え合いの仕組み作りをしているというお話をさせていただいてございますが、支え合いの仕組み作りということで、5年後10年後先を見据えた地域のコミュニティの強化という観点で取り組みを進めて、ございます。写真の左側でございますが、各地区で行われている、交流サロン事業というものがございます。町内の全ての地区で、サロン事業を行われてございまして、町内で約60のサロンが展開されているということでございます。真ん中の写真、移動支援事業でございますが、こちらの方は、中里地区、沢井地区で行われてございます。いわゆる交通弱者対策として、地域の方が、そうした方々を車に乗せて買い物や病院に連れていくというような事業をさせていただいてございます。右側でございますが、こちらは支え合いのいわゆる勉強会、意見交換会、地域の皆さんとの話し合いの場を何回か設けております。その時の写真でございます。具体的な取り組みの内容については以上になります。質問があればこれを許します。議長、沢井小学校、佐久間修賀です。佐久間議員。先ほどの答弁にもありましたが、人口をこれから増やしていく、人口減少を緩やかにしていくためには具体的な取り組みがとても大切だと考えます。しかし、それだけでなく、その町に住みたい、その町で暮らしたいという町が持つ魅力が大切だと考えます。そこで質問ですが、町が考える三春町の魅力とは何ですか？また、その魅力は三春町にずっと暮らしていきたいと考えるような具体的なものですか？町の答弁を求めます。議長、企画政策課長。渡辺企画政策課長。
質問にお答えしたいと思います。まず三春町の魅力についてでございますが、先人たちのたゆまない努力で残されてきた桜木座号をはじめとする豊かな自然環境や田園風景、城下町としての歴史や文化、そうした財産を誇りに感じている町民の方々、また日常の暮らしの中で築かれている人と人とのつながりなど、その他にも様々な魅力があるものと考えてございます。ずっと暮らしていきたいと感じる魅力かどうかについてでございますが、一人一人の価値観が多様化している現代におきましては、住む場所に求める魅力は人それぞれであると考えていますが、地域にある様々な魅力、自分では気づかない身近な魅力を子どもの時から感じてもらう、そして地域への愛着を持ってもらうことが、三春町でずっと暮らしていきたいと思ってもらうために大変重要なことであると考えているところでございます。またですね、少し資料を使って説明を補足させていただければと思います。まず三春町の魅力ということで、先ほど申し上げました日本の三大桜、三春滝桜でございます。その他にも町内1万本の桜の木があると言われてございます。で、歴史ある城下町三春ということで、写真の方で、蔵であるとか、夏の盆踊り、秋に行われる大神宮の祭礼、年明けに行われますだるま市等々、あとは神社仏閣の写真などを少し掲載をさせていただいてございます。こうした資源を活用して、少し小さい字で申し訳ございませんが、奥州三春数珠巡りということで、神社仏閣を巡るような企画であったり、三春ウォークというようなイベントなどを開催しているというところでございます。続きまして、先ほど申し上げました三春町といった場合にこうパッと思いつくような、それ以外の魅力についても町の方で少し魅力発信事業を取り組んでございます。お示しさせていただいてございますのが、ポストカードを活用した魅力発信ということで、左側になりますが、こちらがいわゆる三春の名物でございます、三角油揚げの写真でございます。真ん中がですね、三春ダムの停滞の一部ということで、なかなかこう気づかないような部分の写真を少し掲載させていただいてございます。右側になりますが、こちらの明治時代に創業したいわゆるレンガ造りが残る旅館、こういったものを本当に様々な魅力があるということで、なかなか気づかない魅力をですね、ポストカードを使って発信しているというような事業に取り組んでいるところでございます。続きまして、皆さん、沢井小学校の皆さん、沢井市会館にある沢井市お宝マップというのを見たことありますか？ありますか？皆さんの先輩が多分作ったものでございます。沢井市にもですね、同じように桜であったり神社仏閣、さまざまなものがございまして、沢井市お宝マップとして会館の方にこうした掲示をされているということでございます。で、次に、こちらも同じようになるんですが、これを少し古いやつになりますが、沢井市地区名所巡り、花巡りマップということで、マップを作って、沢井市の中の魅力を発信しているような取り組みもしているというところでございます。で、最後に、子どもの時から、地域に愛着を持ってもらうために、町でも様々な取り組みをしているということで、その取り組みのご紹介を申し上げます。写真の方を左側になります。今町内にある田村県立の田村高校とさまざま取り組みをさせていただいてございます。写真の方は、滝桜観光客へのおもてなしということで、今年で4回目になりましたかね、田村高校生が観光客のおもてなしをするということで、春の恒例行事になってきたのかなというところで考えているところでございます。その他にも田村高校生につきましては、地域のさまざまな活動に参加をしていただいているというところでございます。右側になりますが、三春助っ人中高生会議ということで、小木沢小学校の中にも少し答弁触れさせていただいてございますが、町内の中学生、田村高校生、福島大学生が一緒になって地域課題の解決や魅力発信について考えるプログラムを実施してございます。こうした様々な取り組みを町の方でもしておりまして、本当に子どもの時から地域の魅力などについて考える機会を作っていければということで取り組みを進めているところでございます。以上でございます。
問があればこれを許します。議長、高橋小学校、佐久間議員です。佐久間議員。先ほどの答弁から三春町の人口減少の取り組みや町の魅力についての考え方を知ることができました。ですが、私たちの住む三春町を自分たちも盛り上げていかなければと思います。そこで質問です。三春町の人口減少を止めるために私たち子どもや地域住民ができることはありますか？町の答弁を求めます。議長、副町長。失礼しました。伊藤副町長。お答えいたします。先ほど地域にあるさまざまな魅力、自分では気づかない身近な魅力を子どもの時から感じてもらう、そして地域への愛着を持ってもらうことが大変重要なことであると答弁させていただきましたが、地域の魅力を感じてもらう、愛着を持ってもらうために沢井市小学校の皆さんには、まず沢井市で行われているお祭りや運動会、その他町内で行われるさまざまな地域行事に積極的に参加してもらえばと思っております。こうしたことが皆さんにずっと三春で暮らしていきたいと思ってもらうことにつながり、また町の魅力の向上、地域の活性化にもつながっていきます。地域住民の皆さんにも積極的に地域のさまざまな行事に参加してもらうなど、地域のコミュニティの中で積極的な関わりをお願いしたいと考えているところでございます。以上です。質問があればこれを許します。ありません。質問なしと認めます。以上で沢井市小学校の子ども議員の質問を終了します。岩井中学校子ども議員、質問席へ移動してください。はい。それでは質問を許します。議長、岩井中学校橋本彩香です。橋本議員。茂木駅周辺について質問します。茂木駅の施設やその周辺の様子、街灯の少なさなど、生徒の安全にとって改善が必要と思われる問題があります。防犯対策を考える授業や防犯教室などの学習の場で、岩井地区は街灯が少ないという意見が多く出されました。そこで岩井中学校で生徒アンケートを行い、街灯が少なく防犯面で心配される地域があるとなった場合には、町で街灯を設置してくれるかどうか質問いたします。質問に対する町の答弁を求めます。議長、町長。坂本町長。質問にお答えいたします。防犯灯の設置は地域の安全と安心を守るための重要な取り組みであります。地域に住んでいる皆様から夜間に暗い場所や
防犯対策が必要な場所など、さまざまな意見をいただいて、どのエリアにする設置するかを検討しております。ぜひ、皆様でアンケートを行っていただき、防犯面が心配される場所の結果を教えていただきたいというふうに思っております。岩井中学校の皆様は、ファームパーク岩井でのイベントの運営など、地域活動に積極的に参加するなど、これまでも素晴らしい取り組みを行ってきたものというふうに理解しております。ぜひ、防犯対策など、地域の問題解決にも積極的に参加し、共に住みやすい街づくりを考えていってほしいというふうに思っています。また、毛利駅周辺については、郡山市と連携して活性化対策を検討しているところであります。その中で、防犯対策についても検討していきたいというふうに考えております。なお、具体的な防犯灯の設置につきましては、担当課長より説明をさせます。総務課長。宮本総務課長。お答えいたします。防犯灯は、地域からの要望に基づき設置しております。設置した後の修繕や電気代など、維持管理は地元の皆様にお願いしてございます。これらのことから、防犯灯を新たに設置する場合にあたりましては、各地区、まちづくり協会が中心となりまして、地域からの設置要望を取りまとめ、優先順位をつけて毎年町に要望をいただいているところでございます。岩井中学校でのアンケート結果、防犯灯の設置が必要な場所があった場合は、PTA を通して地元の防犯協会や町づくり協会にその場所を伝えていただきたいと思います。地域と協議、連携の上、町へ要望をお願いいたします。町では各地区からの要望に基づきまして、通学路を優先に計画的に防犯灯の設置を行ってまいります。また、毛利駅周辺につきましては、郡山市となってございますので、防犯灯が必要な場所につきましては、町から郡山市へ設置の要望を行ってまいります。今後も地区の皆様のご意見、ご要望をいただきながら、防犯灯の充実に努めてまいります。質問があればこれを許します。議長、岩井中学校、イボリメイです。イボリ議員。街灯をつけることによって三春町、そして岩井地域も明るくなります。しかし岩井地域には憩いの場が少なく、雰囲気は暗いままです。そこで岩井地区の活性化のためにカフェなどを作り、憩いの場を増やすべきだと考えました。具体的には飲食をするだけでなく、勉強や仕事などを行えるスペースを併設し、多くの層に親しめる場所が良いと思います。さらに防犯面から考えたとき、そのような施設があることでより多くの人の目が増え、安心して外出できるようになるのではないかと思います。実際に私たちもカフェに行くことがありますが、三春町役場や郡山市周辺のため気軽に行ける距離とは言えません。以上のことから、岩屋地区にこのような憩いの場を設けていただけないか提案いたします。町の答弁を求めます。議長、副町長。伊藤副町長。岩井地区に憩いの場を設けることはできないかという再質問についてお答えをいたします。各地区の活性化のために、地区の皆さんでさまざまな意見を出し合い検討することはとても大切なことであると考えております。
現在、三春町商工会や三春スタンプ会の皆さんが中心となって、地区活性化のために岩井地区防災コミュニティセンターを利用し、不定期になるとは思いますが、地域の農産物や食料品などを販売するマルシェの開催について検討を開始しております。町としましても施設の利用などについて相談をさせていただき、できることから取り組みを始めてまいりたいと考えております。皆様から提案のあった憩いの場についても、今後関係者の皆さんと協議をさせていただきたいと思っております。以上です。質問があればこれを許します。議長、岩井中学校鹿野岡です。鹿議員。岩井地区の防犯について質問します。毛木駅周辺は防犯灯が少ない上に道幅も狭く非常に危険です。実際に下校の際に車との接触や事故が心配であるといった声が複数あったため、道幅の拡張や縁石の設置をしていただけないでしょうか。町の答弁を求めます。議長、建設課長。新野建設課長。では再々質問にお答えをさせていただきます。道路は道路法という法律に基づきまして管理者が定められています。毛木駅から国道288号交差点までの道路は県が管理する道路、県道阿久津毛木停車場線で福島県の管理になります。また毛木駅は郡山市に位置しておりますので、周辺の道路は郡山市が管理する道路と思われます。後ほど具体的な場所や要望の内容を教えていただければ、それぞれの道路管理者に伝え、関係者で協議しながらできるものから一つ一つ解決していきたいと思います。なお町では毎年町づくり協会長さんや区長さんに地区の要望の取りまとめをお願いしています。皆さんも要望を伝えていただくなど、町づくりに今まで以上に積極的にご参加いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。質問があればこれを許します。質問なしと認めます。以上で岩井中学校子ども議員の質問を終了します。ここで休憩とします。再開は2時20分とします。